そう、今日からん？そう、今日から5月です。やばい、ムシ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 、あれ？虫がいたのにさっき消えた。まあ大丈夫そう、今日から5月になりました。やった。しっかりしてる。そう。そう、今日ね、5月から初日から雨です。でもね、明日は晴れるらしいので楽しみ。そう、聞いて、明日、ちょっと待って、はい、そう、忘れてたので大事なことをやってきました。危なかった。ん？あ、違った。そう、明日ごめんね、明日いつだっけ、そう、明日 50m 走があるの。そう、 SKT 全国握手会、皆さん X をご覧ください。みんなご覧ください、ご覧ください。スイちゃん見てこようかな、え、見てこようかな、どうしよう、見てきていいかな見てこようかな。あ、ちょうど LINE が来た、ちょっと待ってて。はい、ちょっとすぐ見てきました。そう、なんと6月23日と7月28日にハイタッチ会があります。全国ハイタッチ会が開催されます。握手会ではないんですけど、握手会をハイタッチ会に変えました。ハイタッチ、あ、そう、なんとライブもあるので、ライブステージもあるので、ぜひ来てください。参加方法などは YouTube にとか載ってるので見てください。そう、参加は全メンバーなのでお願いします。はい皆さんぜひ来てください。マリンメッセと東京ビッグサイトでやります。ななきちゃんたちわかんない
わかんないですこのところが。なのでぜひ、七期生は横並びかもね。めっちゃならそう。多分並びそうだよね。多分全員ね並ぶ。配達会やと。楽しみや配達会。そう、凛花ちゃんのね誕生日当日です。そう、誕生日当日にね、あれ、りんかちゃんもね、びっくりしてたんですよ。え、誕生日当日に配達かいって言ってて、そう、でも、当日にね、皆さん祝われるので、いいですね。詳細が気に、そう、まあ詳細は多分後々ね来ると思うのでお願いします。一応あんまりね分かってないんだよね、ルールがいまいち。でもね、そう、夏の楽しみが一つ増えましたね。そう、あれかな、え、ハイタッチ会って1対1ってこと？1対1ってことかな。どうなんだろう。え、みんな並ぶのか。数人なんだ。へえ、楽しみだな。並んでハイタッチね。
劇場のお見送りみたい。あ、そういうこと？みんなイエイ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 って。ロッキーレーン多分おるよ。お、ロッキーレーンはすごい列になるんだろうな。だって7期生よりも多いんだよ、6期生。そうだよ、みんなね、多分みんな7期生のところに行くと思うけど。パフォーマンスもやってた。あ、ありますよ、ステージが、ステージライブがあります。なんとね、ステージライブの後にあの、あれ、そう、ハイタッチ会があります。しかも東京と福岡でもあるので、ぜひ。全国の4人が。それはちょっと言わないであげて。楽しみですね。お、15分ありがとうございます。じゃあ段順をしたいと思います。13位コバリョウさん、12位そのこと中目黒さん、11位キャプテン翼さん、10位まさかさん、9位椎名さん、8位枠さん、7位ひょっもこすいとんさん、6位中島優さん、5位フレアさん、4位リョウダさん、ありがとうございます。イエイ。そして第3位はぐる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 っとガーンタルマインコさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第2位はぐる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 っとガーン S さんです。ありがとうございます。イエイ。そして第1位はぐる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 っとガーンポテチーさんです。ありがとうございます。イエイ。ありがとうございます。皆さん今日も来てくださりありがとうございました。この後ちょっと用事があるのでありがとうございました。明日も多分同じ時間だと思いますので来てくださると嬉しいです。2458人の方ありがとうございました。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。